皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ピクセル画廊です。今回は柴犬のドット絵を描きたいと思います。まあこれまで描いてきたのを、まあ、ピクセル画廊本館サイトに掲載しているわけなんですけれども、その柴犬をベースにちょっとアレンジしたものを描きたいなと思います。それではよろしくお願いします。ここから描きます。黒1,2,3,4,5,6 茶碗。この黒じゃなくてこの黒です。もう一度いきます。黒をここから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、それから一段上がって黒を1,2、白を1,2、黒を1個置いて白を1,2,3,4、黒を1個置いてちょっと待って、色をさらに追加します。よし、これで OK。 ここでグレーを1,2で黒を1個置いて、それから白を1,2,3,4で黒を置いて、白を1,2で黒を1個置きます。1段上がって黒を1,2で白を1個置いて、黒を1,2で白を1,2、黒を1個置いて、ここで明るいグレーを1,2で黒を1個置いて、白を2つで黒を2つ、白を1個置いて黒を2つで白を2つ置いて、黒を1個置きます。で1段上がって白を1,2、黒を1個で肌色をここで2つ使います。で黒を1個、白を1個、黒を1個、白を1,2,3、黒を1個、白を1,2、黒を1個、白を1,2,3で黒を1個、白を1個、黒を1個、一段上がって黒を1個、白を1個、黒を1個で肌色を1個、白を2つ、黒を1個、白を2つ、黒を1個、白を2つ、肌色を1個置いて、黒を1個で白を1個置いて、黒を2つで肌色を1個置い、肌色を2つかな、2つ置いて、白を1個置いて、黒を1個一段上がって黒を1個、白を1個、肌色を1個で黒を1個置いて、2つ開けて黒を2つで肌色を1個置いて、白を2つで黒を1個置いて、白を2つ、黒を1個置いて、白を2つで肌色を1個置いて、黒を2つ置きます。で1段上がって黒を1個、肌色を2つで白を2つ、黒を2つ、白を2つ、
肌色を2つ黒を1個置いてで間を4つ開けて4つじゃない3つですね3つ開けて黒を1個で肌色を1個黒を1個1上がって黒を2つで間開けて黒を1個肌色を2つで黒を2つそれから赤を2つ黒を2つで肌色を2つで黒を1個1で上がって黒を1個肌色を1個黒を1個で赤を1,2,3,4,5,6 黒を1個肌色を1個置いて黒を1個1で上がって黒を2つ肌色を1,2,3,4,5,6,7,8 で黒を2つ1で上がって黒を1個赤を1個それから黒を1,2,3,4,5,6,7,8 赤を1個黒を1個置いて1で上がって黒を2つで白を1,2,3,4,5,6,7,8 黒を2つで1で上がって白を1個置いて黒を1個置いてで白を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 黒を1個置いてで1段上がって白を1個置いて黒を1個置いてここは白を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13で黒を置いて1段上がってその上に黒を置いてとで白を1,2,3,4で黒を2つ白を2つ黒を2つ白を1,2,3,4黒を1個置いて1段上がって白を1個で黒を1個置いて白を1,2,3,3,4,5,6 黒を2つ白を1,2,3,4,5,6,7黒を1個で1段上がって黒を1個置いてで白を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 黒を1個置いて1段上がって黒を1個置いて肌色をここで1個置きますで白を1,2,3,4,5,6黒を2つ白を1,2,3,4,5,6で肌色を1個置いて黒を1個置いて1段上がって黒を置いてで肌色を1,2,3それから白を1,2,3,4黒を2つで白を1,2,3,3,4で肌色を1,2,3,3個置きますね。黒を1個置いて1段上がってこの位置に黒を1個置いて肌色を1,2,3で白を1,2,3,4,5,6,7,8で肌色を1,2,3で黒を置いて1で上がって黒を1個置いて肌色を1,2,3で白を1個で黒を1個で白を1個で肌色を2つ白を1個黒を1個、白を1個で肌色を1,2,3黒を1個置いて1で上がって黒を1個置いて
肌色1、2、3、白を1個、黒を1個、白を1個、肌色を2つ、白を1個、黒を1個、白を1個、肌色を1、2、3、黒を1個置きます。で、1段上がって黒を1個、肌色を1、2、3、白を1個、肌色を1、2、3、4、白を1個、肌色を1、2、3、黒を1個、1段上がって黒を1個、肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、黒を1個、1段上がって黒を1個、肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、黒を1個、1段上がって黒を1個で、肌色を1個で、白を1個、肌色を1個、黒を1、2、3、4で合ってますね。で、肌色を1個で、白を1個、肌色を1個、黒を1個、1段上がって黒を1個、肌色を1個、白を1個、肌色を1個で、黒を1つで、2つ分けて黒を1個、肌色を1個、白を1個、肌色を1個、黒を1つで、1段上がってこの位置に黒を1個、肌色を1個、黒を1個で、間開けまして、この位置に黒を1個、肌色を1個、黒を1個、1段上がって黒を1個、肌色を1個、黒を1個で、間開けてこの位置に黒を1個、肌色を1個で、黒を1個で、1段上がって黒を1個で、離れてここの位置に黒を1つです。全体を見てみます。こんな感じです。いかがでしょうか。もし今回の動画もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。では今回の動画はこの辺で終了とさせていただきます。また次回の動画をお楽しみに。それでは失礼します。